ありますね、ありがとうございます。ありがとうございます。足がまできてるだけです。いいね、ガチャガチャが。ひらがなでガチャガチャって書いてあるんだね。なんか縁日っぽくてすごい素敵ですね。ガチャガチャだけど。まあ、ぐっすりはね。今日グルメ名物バジフーズですよ、はい、今日は鹿児島鶏飯風があります、素敵やべ、ナゲットオーロラソースがあって、ナゲットオーロラソース美味しそうですね。一番テントです。角煮オーズラ美味しそうですね。なんか数年前より値段がやっぱ上がってるな。そんなもんか。やっぱ上がってるの気がする。ナゲットオーロラソース。はい、じゃあ一番テントになります。鹿児島に似てるね。似てるってもね、うちが全部隠してるだけです。はい、お世話になっております。分かりやすいし、値段も分かりやすいよね。表示が大きいのがやっぱり皆さんに優しいですね。肉まん。でも今日も徳重さんが選ぶのはナゲットオーロラソースですよ。はい、ナゲットを今から買います。ちょっと僕もスタグルでおなじみウチです。 DJ ウチです。第1回ゲスト、はい、第1回ゲスト、はい、では徳重さん、うまいっすよね。動くこちらはトリックスタで美味しそう。大きい。美味しかったですね。どうですか感想を。美味しい。次はナゲットのオーロラソース。美味しい。オーロラソースって何。
最後やっぱやるんだね。すげえ。お、来た。ありがとうございます。いいことありますね。いいことあります。いいことあります。こんにちは。お願いします。ありがとうございます。強そうだね。よしよし。態度怖いね今日はね。川島さんがいます。川島さん。勉強中ですか。今勉強していただいたさん。川島さんは鹿児島のスタジアムグルメとか場外のイベントを担当しています。今日はエナマルシェの皆さんと一緒に来られた。出店者の方々と、はい、一緒に来ます。いっぱい美味しいもの食べて、また勉強していきたいと思います。じゃあ勉強して鹿児島にいろいろ美味しいものを、はい、もっともっといい、もっともっと、はい、ありがとうございます。始まったからか、稲作がいないね。稲作って言ったらみんな稲作なんだね。今日は来ないけど。すげえな、このリスも。これはちょっとブースに行ってきます。
くださいどうぞ後ほどすげえブース混んでるよ見つめ早く行った方がいいよ早く行った方が物産展をさせていただいておりますありがとうございますこれ何やってるんですか私たち千葉商科大学のスポーツビジネスプロジェクトというものなんですけど、はい、参加したい今後参加したいブースは何という題名で知る投票を行っております、はい、これ何そ学校の授業の一環でやってるわけですねすごいねぜひ見ていただきますお願いいたしますはい好きな色で千葉のホームゲームでねスタジアムであったらいいなと思ってますね縁日ありがとうございますはい、はい、ありがとうございますはい、全部お父様してまして、年代の方もはい、はい40代ありがとうございますはい、そういうことねはい、すいませんはい、ありがとうございますはい、ありがとうございます最後になるんですけどはい、スポーツビジネスプロジェクトのアカウントをインスタグラムでフォローしていただいてその中の見止めされているジェフユナイテッド市原千葉の投稿にいいねとあとコメントをしていただくんですけど、はい、コメントの内容が決まってましてインバイなんとかなんとかの部分に入る言葉をコメントしていただいて、はい、方の中から抽選でジェフユナイテッドのスーツケースをなるほどねすげえいい企画だけど俺はできないねこれねはい、ありがとうございます。どうも、すごい素敵なステッカーがもらえる取り組みになってます。代表今日ははいたくさんのソーセージ盛りですよいただきますこんな量入ってって一人で食えないねこれねこの後収録中に抽選番号の確認を行います一人じゃ無理だねこれねタッパーだと少し多く入る、なるほどねうわーすげえゴミを出さなくていいからですねあ、すごいありがとうございますよろしくお願いしますお願いしますありがとうございます皆さん早いですねこれ。
県人なので、あの、ありがとうございます。ありがとうございます。地元です。はい、ありがとうございます。サクッと勝ちましょうね。福割初勝利、アウェー初勝利、イエイ。恥ずかしい。ありがとうございます。ありがとうございます。